骨、パジェット病とは、体の一部の骨の代謝が、部分的に異常に活発になり、骨変形や、強度低下を起こす、慢性疾患である。イギリスの医師ジェームズ・パジェットにより発見、命名された。変形症骨炎とも呼ばれる。クエンティン・マッサイス、四個目の肖像本疾患の女性を描いたとされる。骨、パジェット病と思われる患者の写真原因は、特定されていない。 しばしば家族性に発生するので遺伝子関連性も疑われるが、病変部骨組織の電子顕微鏡像はウイルス感染を示唆しているとも言われる。幹部では骨代謝の異常な更新が起きており、破骨細胞による骨吸収と作り骨細胞による骨申請の双方が活発化している。結果として、皮質骨は飛行するものの骨質は損なわれて骨強度が低下し、 骨折をきたしやすくなるほか、骨の頭痛や変形をきたす。全身のすべての骨に発症しうるものの、後発部位は骨盤大腿骨、頭蓋骨、頸骨、椎骨,骨、鎖骨、上腕骨等とされる。クエンティン・マサイスが1513年頃に描いた代表作、四個目の肖像は、この骨、パジェット病の婦人をモデルにしたとされる。骨、パジェット病は、 ヨーロッパ、オーストラリア、ニュージーランドに多いとされる。特に、イギリスでは効率に発生するとされる。年齢分布では、アメリカの統計で40歳を超える人の約1%が罹患し、男女比は3、2で、やや男性の方が多いとされる。40歳以下の若年層に発症することは稀。 日本での患者数は2008年現在200から300人とされ、ヨーロッパ等と比較すると定率とされる。若年性の骨、パジェット病には、筋障害と認知症を伴う症候症骨、パジェット病が見られることがある。ただし、日本では症候症骨、パジェット病は非常に珍しいとされる。アジア全般でも、罹患率は低く、東南アジアでは、 診断方法が普及していないこともあるが2012年までに13例の報告に止まる。いくつかの骨、パジェット病は SQSTM1 遺伝子の変異によって引き起こされることが知られている。SQSTM1 遺伝子は筋縮性即作効果症やアルツハイマー型認知症にも関与することが知られている。2010年に Nature Gene t i c s に掲載された論文によると SQSTM1 遺伝子の変異を持たない骨、パジェット病患者750名と比較対象の1002名とで、ゲノムワイド関連解析が実施されたところ、3種類の疾患遺伝子が関連していることが示唆されている。飛骨の高度な変形と骨切り術を使用した強制術後骨の頭痛、骨の変形、関節炎、 神経圧迫による神経原性疼痛などで気づかれることが多いが無症状のこともある。病相部の脆弱性が進行すると病的骨折を起こしやすくなる。骨破壊の進行による骨からのカルシウム放出増加によって高カルシウム血症が合併することがある。また、高カルシウム血症によって人血石、心電図異常などを続発することもある。 続発性副甲状腺機能更新症も合併することがある。一方、通常は血清 PO4 値は正常である。骨変形の進行より変形性関節症や脊柱管狭窄症を合併することがある。頭蓋骨の変形では内耳が圧迫されめまいや難聴頭痛が起こることもある。病相部の動性脈シャントにより心不荷が増大し、心不全を起こすことが 稀にある。また骨、パジェット病の病相部から骨肉種、繊維肉種、軟骨肉種、骨原発悪性繊維性、組織吸収などの原発消骨腫瘍が稀に発生することも知られている。診断は単純レントゲン写真、テクネシウム99メートル骨身地グラフィー、血清アルプノード、骨代謝マーカーなどで行う。アルプの上昇は 骨分割でより明瞭となる。単純レントゲン写真では、皮質骨の飛行や骨硬化像が見られ、有力な診断根拠となる。骨素症症治療薬であるビスホスホネート形成剤が使用される。ビスホスホネート形成剤は骨に沈着し、それを鈍色した破骨細胞の活動を低下させ、頭痛や高カルシウム血症、骨破壊を抑制する。 ビスホスホネート形製剤の骨、パジェット病に対する効果は反復使用で低下してくる。ゾレドロン酸などの長期作用型のビスホスホネート製剤が骨、パジェット病進行抑制により有効とされる。日本ではカルシトニン製剤やエチドロネートで治療されていたが、諸外国と比較して新薬の適用追加は遅れ、2008年7月になってやっとビセドロネートが 同疾患に適応追加された。骨粗症症の治療の場合よりも、投与量が多く、しかも連日の投与が行われる。日本では、その後同疾患に対して、適応追加を獲得するに至った薬剤は2016年、現在なく、投与薬剤の選択肢は、リセドロネート、エチドロネート、カルシトニンの3種類に限られる。日本人に対するリゼドロネートの効果は、 血清アルプチが正常上限の2倍を超えた11人に対する内服投与で55%の患者に治療効果が認められた。高カルシウム血症やビスホスホネートによる先立つ治療の存在は体制因子とされた。P1NP や CTX、p a p NTX などの骨代謝マーカーは治療効果判定の良い指標とされる。病的骨折や 神経圧迫症状が出た場合は、適時適切な対応を行う必要がある。骨変形に近する神経圧迫が長期に及ぶと神経に不可逆的損傷を起きたし、末梢神経性障害や脊髄損傷を起こすので可能な部位であれば、適時手術を行い、除圧を行う。関節の変形が高度になれば、人工関節置換術や骨切り術も検討される。 大部分の患者は慢性に経過し予後良好である。若年性に多い症候症骨、パジェット病は病変の範囲が全身に散在性に及び、高齢者に多い一般的な骨、パジェット病と比較して変形や機能障害が強くなる。頻度は少ないが骨肉腫、繊維肉腫、軟骨肉腫などの結合組織系悪性疾患が続発して出現した場合は予後不良で、 無背景で発生した結合組織系悪性疾患と比較しても予後が悪いとされる。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX メルクマニュアル筋骨格及び結合組織疾患骨パジェット病に千0 1 <com> 20, 5年版 ABCDEFG 適応追加 アクトネル上1 7 5ラム、ベネット上1 7 5ラムリセドロン酸、骨、パジェット病への使用が可能に、日経メディカル2008年7月31日、北村正樹イコール時系医大病院薬剤部2016年10月4日、閲覧当時は、骨、パジェット病という概念がなかったので、単に骨炎による変形と題されているハットブラウン、マーク、ソルベド、 ミステリーオブザーグリーダチェス、アンドザ、ダビンチコネクション。ザガーディアン。http コロンスラッシュスラッシュ www.guardian.co.uk スラッシュカルチャースラッシュ2008スラッシュオクトスラッシュ11スラッシュ ART-PAINTING2016 年10月8日閲覧。橋本敦史。 我が国における骨、パジェット病の有病率と臨床的特徴をスティーパーシスジャパン、ハット ABCDEFGH 難病情報、センター整形外科歯刊骨、パジェット病2016年10月四日、閲覧ボーレイ霊茶い再陸路用タマファイドルユニバーシティ、タイ民族における、無症候症骨、パジェット病、ジャーナルオブボーンミネラルメタボリズムボリューム30、ナンバー4。 ページ485から492アルバイガオマール ME、ゲノム、ワイドアソシエーションスタディアイダンティファイズベリアンツ、アット CSF1、アプトン &TNFRSF11、エアズ・ジェネティック・リスク・ファクターズ・フォー・パジェット、SDGs of b o ネ n Nature Genetics Vol.42、no.、ナンバー6、ページ520から524に AB、カレコ・テニス・コンスタンティーノス・グラリアース・ジョージオス、 北マりな、骨のパジェット病患者に対するゾレドロン酸治療の、シンチグラフィー的、生、科学的、臨床的効果、ジャーナルオブボーンミネラルメタボリズム、ハット ABCDE オハラ、也骨パジェット病の日本人患者における傾向、リセドロネート治療の臨床効果2015年9月1日、日本骨代謝学会ボリューム33、ナンバー5、ページ。 584から 590AB 高田、新次郎、骨、パジェット病の診断と治療ガイドライン委員会成果報告をスティーパーシス、ジャパン、小木の美希夫、骨、パジェット病患者に症例に対する合成先カルシトニンの使用経験1986年4月1日新薬と臨床ボリューム35、ナンバー4、ページ、623から624。 ありがとうございます。